猫城は、福岡県八女市に存在した山城。福岡県指定史跡。矢部川と笠原川の合流点の東側、半島上に突出する標高240.1メートルの猫山頂にあった。本丸は、南北、東西の長さが、それぞれ、約56メートル及び28メートルで周囲に、犬走りが設けられ、東西と、建物部分には石垣。 南北には、土塁が築かれていた。また、本丸の西には、南北18メートル、東西40メートルの馬場を挟み、約30メートル四方の二の丸があった。反対側の本丸東には空堀を挟んで、三の丸が設けられた。また、お手門の北側と本丸の南東、北東隅の三箇所に、倉があった。上主、黒騎士の屋敷は、 西側の矢部川と笠原川に挟まれた場所にあり、土塁によって、二の丸と繋がっていた。ねじめ城主であった、玄介の方が十二世紀末に築いたとされる。女王の子、黒木城前は、黒木僧を漁しこれ以降黒木氏は代々、猫城を本拠とした。兼務三年三月八日に、足利高氏は、上野頼兼金の旗本に入る、よう、荒木家成らに命じ、 黒木城にいる南朝方の菊池武俊を攻撃させた。これによって、東条は落城し、3月17日により金の軍勢によって破却されている。東条は、その後再建され、王安7年11月15日には、今川義則らの攻撃を受けて、翌日に降参した。天正12年に、大友義宗は、筑後へ反抗し、龍造寺氏についていた。 黒木寂彦の守る、登場も行為された。7月20日には水源を止められ、兵糧にもことかく状態となったが、竜造寺市の炎症、土池宮馬場信貞の噴戦もあって戦況は、こ着した。このため、立花同節らが8月19日に工場に加わり、9月1日に、陥落した。慶長6年に、筑後に違法された、田中義政は、登場に、 辻じ勝を常盤としておき、3605国を領地させている。現那元年の一国一条令により、廃城になったものと思われる。1983年に、福岡県の史跡に指定され、跡地には、遊歩道や休憩所などが設置されている。ありがとうございます。